おはようございます。とうこママです。この夏は日本では記録的な猛暑でした。9月に入ってもクーラーが手放せない日々、ようやく秋らしい風が吹いてきました。朝一番にするのはお米研ぎ。お米を入れているのは無印良品で購入したトタンボックス。トタンは光を通さないのでお米の保管には最適です。こちらのライスポットは宮崎製作所というメーカーの日本製です。土鍋ではないので軽くて扱いやすいというのが一番の購入の決め手です。続いて朝ごはんの味噌汁。だしパックを入れてしばらく置いておきます。ホットクックを使ってゆで卵を作ります。卵と水 100ml を入れてスイッチを入れればあとは待つだけ。固ゆでのゆで卵が出来上がります。朝はコップ1杯の水。習慣化してきたので飲まないとどうも落ち着きません。まずは塩麹の鶏ハムを作ります。この鶏胸肉は塩と砂糖、少量の水を入れ約1日置いていました。ここに塩麹を塗ります。上からパセリを振ります。そしてラップで巻きます。塩麹とは米麹と塩、水だけで作る発酵調味料です。お肉に揉み込むと肉が柔らかくなり、麹の旨味や甘さが加わった美味しいハムができます。塩麹が足りなかったのでもう一つは普通の鶏ハムにします。しばらくこのまま置いて味をなじませます。次はさつまいもとかぼちゃの濃厚サラダを作ります。子どもたちが大好きなさつまいもとかぼちゃを組み合わせた子ども喜ぶ芋サラダです。さつまいもの皮はまばらに剥くとかわいいです。切ったさつまいもを水にさらしてアクを抜きます。かぼちゃの皮は硬いのでまばらに剥いていきます。かぼちゃはさつまいもより火が通りやすいのでさつまいもより少し大きめにカットするといいです。さつまいもとかぼちゃをボウルに入れ上から少量の水を入れます。蓋をして電子レンジ600ワットで約5分半温めます。
ゆで卵が出来上がったようです。出来上がったゆで卵はしっかりと冷水で冷やします。このゆで卵は芋サラダに使います。ゆで卵を作るときは一度に多めに作って、他の料理に使ったり、煮卵をよく作ります。おはよう。一番起きた。まだね、みんな寝てるよ。あ、待ってた。さつまいもとかぼちゃが柔らかくなりました。見えなくなった。ありがとう。今日は朝から次女がお手伝い。カットしたゆで卵をボウルに入れます。味付けは簡単、マヨネーズと塩コショウだけ。混ぜれば完成です。残りのゆで卵は朝ごはんやお弁当に入れます。鶏ハムもホットクックを使って作ります。水を張った鍋に鶏ハムを入れます。鍋で作る場合は大きな深い鍋を使います。沸騰したお湯にハムを入れ弱火で5分、その後火を止め蓋をして約3時間置いておけば完成です。はい、よピッて押してスタートキーを押してください。次に作るのは海苔巻きチキン。これはお弁当に入れます。鶏胸肉をスティック状に切っていきます。お肉に下味をつけます。調味料は醤油、酒、生姜、ちょっと鶏ガラスープ。混ぜて味をなじませます。朝ごはんの味噌汁はじゃがいもと玉ねぎ入りの味噌汁にします。冷蔵庫の残り物です。じゃがいもは水につけてアクを抜きます。出汁がよく取れたので、出汁パックを取り出します。具を入れて、柔らかくなるまで火を通します。アレクサ、タイマー10分。1番目、10分のタイマーを開始します。最近、アレクサを購入しました。料理中は手が離せないのでタイマーがとても便利です。アレクサ、今日の天気は？おおむね曇りで、気温は摂氏28度です。フォトフレームとして写真を楽しんだり、 YouTube などの動画も見ることができます。お肉に海苔を巻いていきます。一つずつ海苔を巻くのはとっても面倒くさいですが、この海苔が味を際立ててくれます。上から片栗粉を振ります。一度に焼けるように大きめのフライパンを使います。
フライパンで焼いていきます。こののり巻きチキンは子どもたちが大好きな一品です。じゃがいもに火が通ったので味噌を入れます。のり巻きチキン完成です。ご飯さえ、ご飯入れてくれる？ご飯。ありがとう。あ、入れてやだよ、の。ありがとう。今日のデザートは梨とリンゴ。梨を食べると秋が来たなと実感します。ちょっと待って、これさ、さ食べ終わってからご飯。食べようじゃないよ。これご飯食べ終わってからだよ。ああ、取られちゃった。食べよう。うん。おいしい。これさ、面白いよ。は、ご飯にしよう。出来上がりです。お待たせしました。仕上がりを確認してくださいね。塩麹の鶏ハムが完成しました。しばらく置いて冷まします。これはこの日の晩ご飯。冷蔵庫でしっかり冷やしました。塩麹の甘さと風味が際立った鶏ハムです。ご飯と味噌汁とお弁当の残りで朝ご飯です。いただきます。あ、うまそう。うまそう。まあ、これ何入れたの？それかぼちゃとさつまいもが入ってる。お弁当に入れるはずだったんだけど、まあいいや、食べちゃう。はい、前かけるよ。はい、箸がないね。お箸どうぞ。これ食べる？おいしいよ、これ、サラダ。あ、夕方かな。あ、じゃあごちそうさまでしたね。お弁当箱にご飯を詰めていきます。今日は子供2人分と私のお弁当を作ります。まずはのり巻きチキン。かぼちゃとさつまいもの芋サラダを詰めます。ゆで卵、上から塩を振ります。隙間にリンゴ、冷凍の枝豆を入れます。ふりかけはエビとカツオの手作りふりかけ。これで完成です。
急いで保育園と幼稚園に出かける準備をします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければチャンネル登録、高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。行ってきます。